はい、良い風景です。聖火の王術じゃない、なんだっけ、白蛇島ね。白蛇島の1回目の冒険続き、撮影自体何回目だか忘れました。4回目ぐらいかな。4回目か5回目ぐらい。アイテムなんか確認しますけど、今グランドカウンターがいい感じなんですよね。なんですけど、今満腹度が 55% で食料が1個もないという感じですね。線とかありますね。なんか合成素材がそれなりにあるんですけど、はいはい、なるほどね。なんかよくわからない草がいくつかありますね。なるほどね。まあとにかく食い物がないですよね。でね、敵の分布図を見る限り、こっからが本番です。まあっていうのもですね、どうするか。なんかいるな。今右に、なんだっけ、エーテルデビルがいるな。で、デビルカンガルーがここから出るんですよ。なんで、即売りとかした方がいいと思うんですよね。どうしたかな？あ、くそ。出た。よし。まあ、罠なんか確認できないか。アイテムが、てか食い物かな。本当に。あ、来た！やった！運がいいぞ。見放されたらないな。よし。では、なんか消費するか。どうしようか。まあ、迷ったらカットしますよ。その辺のところはね。あ、木の矢合わせますか。ここに33本ある。じゃあ、こいつを、じゃあ、交換して、拾うと。よし、これでいい。よし。探索してっか。巨大なおにぎりが1個来たからな。ま、ともかくだ。でも、即折りした方がいいかもしれない。と思うんですよね。なるべく迅速に動きましょう。罠は怖いですけどね。まあ、多少の被害はしょうがない。洞窟マムル。あ、だけど、この武器があったら全然楽勝。勝手に自滅するわ。あ、来た。こいつがやばいんだ。封印した方がいいか。封印使ってくか。でもね、ちょっとアイテムそんな使っていけないと思うんですよね。なんか前の階層でかなり、探索できなかったし、あ、腕輪だ。タイガーアイ。なんだろう。じゃあちょっと確認しますか。じゃあ円筒と交換しようか。まあ何と交換しようか関係ないんだが。なんすかね。ん？待て。これは、これは癒しだな。これは癒しですね。癒しの腕は、癒しですね。だと思います。これは、回復の腕輪と違うみたいなんですよね。回復の腕輪は、満腹度が、減りが2倍になって回復量がすごく上がるんですけど、これは満腹度が下がりません。で、一旦に2ポイント、HP 回復するんじゃなかったかな。多分そうだと思います。で、呪いよけちょっと持ってきたよね。ちょっとアイテムがいっぱいになってきちゃったなぁ。バトビ出しておきたいよな。じゃ、これ出しちゃおう。呪いよけはしばらく使わないような気がするんだが。で、ちょっとこれをじゃあ出して、高飛びを持ってた方がいいよな。どこ行った？拾っちゃおう。で、呪いよけを出して、出せないんだった。ちょっと変かもしれない。今日ね、ちょっとお酒飲んじゃったからかな。あれ拾えない。あ、そっかそっか。ちょっとグダグダしちゃってしょうがないっすね。まあちょっと、まあ許してください。
まあその代わりね、前回よりかは、テンションが高いかもしれない。どうするか。じゃあ次行っちゃいます。はい、42回。まあちょっと長いはできないな。くそー。どうするか。ちょっとよく考えよう。どうしますかね。しょうがないな。炎上とか読んでみるか。炎上読んで少し数減らしてみるか。そうしようか。高飛びの腕はこれ出してないじゃん。これ出したかったのに、これ出せば。そう。まあいいや、ともかく、高飛びは使わないようにしよう。使わないようにっていうか使えない。炎上読みます。で、この隙を乗じて、アイテムの交換をしよう。金の盾しまおうか。炎刀癒し呪いよけ。ちょっと俺酒飲みすぎてちょっとやばいかもしれない。ちょっと待って、こいつを置いて、次、高飛び。ちょっとやばかったらこいつを、で、拾う。ちょっとこれまずいね。どうするか、よし。うわ、怖え。こいつをなんとかしたい。あれ?よし。やれやれ。で、どうなる?癒し外し前に、ちょっとまた、高飛び装備しよう。よし。まあ、これでうまいことやって逃げよう。だな。円筒つければよかったか。円筒つけるか。じゃ、癒しと交換。で、いや、撃っていくぞ。いつね、装備してるな。よし。で、減らねえな、数に。惜しいぞ。で、ちょっとこいつ邪魔だっつうの。うわ、やめろ。嫌なもん飛ばしてきやがったな。こいつはどうするか。ちょっとこいつは、念入りに封印しておきたい。投げる。ここどこ?よし、矢を打つ。外れるな、しかし。よし、ちょっと待て。なんかいいものあるかな?火柱とかあるけど、矢の方がいいか。矢打っていく。よし、じゃあ、木の矢。なかなか倒せんな。命中率も悪い。くそ。一番当たってほしいやつに。元地味に当たらんとは。当たれ。そう、当たんねえ。なぜかこの元締めに当たらんぞ。いや、撃つか。どうするか。どうする?吹き飛ばしがあればなぁ。金縛る。で、よし、じゃあそろそろ高飛び発動。で、いや、撃つ。エレーキライト、スルードラゴン。と、あとなんだ。あ、こいつか。よし。あとは、殴って倒すぞ。腕は倒せる。腕はなんかつけてるっけ?あ、円筒か。外しとこう。よし。あ、これやばいか。いや、撃った方がいいか。いや、撃つ。外れてくるな、ほんとに。ふぅ、じゃあアイテムあとガッポリか。で、敵が、
いいや。じゃあ矢で減らして、殴る。よーしぞ。で、こいつは矢で倒す。しかし外れてくれますね。投擲の命中率が低いのか？やつは何者だろう。あ、トドか、アイアントドだ。あ、逃げてるのか。逃げてるな。よし、じゃあ放っておこう。待て、なんか置いた方がいいか。ちょっと待てよ。こいつの対処法が分かりましたよ。なんかね、床のアイテムを無視してアスカの装備品を取ってくっていう風に攻略本に書いてあったんですけども、実はね、アスカの足元のアイテムを優先的に持ってくみたいです。だから、いらないもの。なんていうか、いらないものってないんだけど。あ、ちょっとカットしますね。飛行機ってきました。はい。じゃあ、続きやります。いらないもの、だからおとりを置けばいいわけですよ。足元にね。ではね。金縛りの杖、これを置いてみるか。来ないっすね。逃げてるんだな、きっと。だよな、動きが変だもんな。まあ、ともかく相手にしない方がいい。仲間気はいらないと。相手にはしません。封印、来たー。よしぞ、封印はすんげー助かる。あーっと、何やってる。装備、してみるか。いらないか。よし、まあ、気をつけていきます。この階層ぐらいはなくてにしよう。モンスターハウスだしな。識別。では、これだな。じゃあ識別していきまーす。なんでしょうか。目薬か。いいんじゃないか。目薬、そう、やっときましたね。毒矢。じゃあちょっと矢も稼いでいきます。あ、待って、矢、毒矢稼ぐか。いいか、毒矢やめます。ちょっとアイテム欄の節約も兼ねて。識別か。草があった。じゃあこいつを置いて読む。なんだろうか。無敵そうか。なるほど。ちょっとこれは危機回避に便利だ。あ、なんか来たな。あ、なるほど。よし、倒していこう。よし。一時しのぎ。こいつも役に立つだろう。で、矢を稼いでいきまーす。敵カット。あらら。カットするほど稼げなかった。はい。これは？毒消そうか。毒は受けてない。飲んじゃおう。で、カッパねえな、巻物。なんだろうな。あ、グランドカウンターまた来ましたね。まあ、二つはいらない。よな。じゃ、この巻物がなんだろう。じゃあ、こいつ、じゃ、投げて。これなんだ？ 7500！ やった！これはいいぞ。これは、なんだっけ？守りの腕輪かもしれないし、なんだっけ？身代わりかもしれないかな？カッパー。とりあえず階段の方まで持ってって読もう。草なんだろうな。ちょっと草わかんねえな。腕は、なんですかね。あ、ちょっとまずい。どうするか。あ、増やがった。ちくしょう。じゃあ、こうだ。こいつ封印しておこうか。ちょっと、地雷があるところはまずいだろうか。封印。ちょっと紅白の草はもったいなかったけどな。で、腕はね。腕は確認したよね。あ、そっか、今拾ったのか。
このダメージで確認しよう。こいつ30ダメージだな。では、7500装備して、あ、呪われてる？チキショウ。踏む。守りか。守りの腕輪か。呪えとくか。どうしようか。呪いを解いた方がいいだろうか。呪い解きたいね。いやー、じゃあいいや、呪い解かないで、装備外しで解除しようか。あ、おにぎりだ。大きなおにぎり。助かる。ちょっとアイテムがいっぱいだなー。これと交換しちゃおう。これと倒す。ちょっと装備外しの罠、右下にあったと思うが。あれなかったっけ？どこ行った？あった。あれ？これ呪われてるんだよね。だな。あれ？あ、罠消えちゃった。あれ？呪いって書いてないんだけど、これ。マジか。なんか無駄なことした。な、くそ。なんか増えてるんだけど。しょうがないな。まあちょっと太刀打ちできる方法が少ないんだよな。で、向かってくるか。盗んでるのか。こいつは逃げてるんだよな、多分。だな。ちょっとアイアントートに構ってらんない。あ、そこ、金縛りが置いてったやつだな。で、で、こいつを読むと。で、守るか。倒しちゃおう。読む。なんだろう。混乱か。で、呪いよけをちょっと置いちゃったんだよな。どうしようか。転写か。転写使おうか。よし、じゃあ、転写を使っちゃおう。まあ、ちょっともったいないけどな。これを置く。転写。で、じゃあこれ読んで呪い解除しています。守りの腕はどうしようか。使うかどうか。まあ、便利なものですよね。で、ただ壊れますからね、消耗品なんですよね。だからまあ保留ってことで。で、木の矢を稼いできます。まあ敵カットしますけど。あんまり稼げないな。なんか、木の矢運っていうか、矢があんまり稼げないですね。よし、じゃあ進んでしまいますかね。よし、行こう。